霧島町は、鹿児島県の中央部にあった町で、埴良郡に属する。1889年の町村政志向に伴い、東笠根山村として設置され、1935年に霧島村に改称。1950年に大和・松永の全域が日東山村に編入され、大和・重久の一部が分立し東笠根山村が設置された。 2005年11月7日、国武市及び、アイラ軍内五条と合併して、霧島市となり、消滅した。霧島市のうち、霧島市、霧島の地域にあたる。鹿児島県の中央部にあり、東西 9.1km、南北 16.5km の長さを持つ。霧島火山群に含まれるため標高は 240m から 1500m に及ぶ高地である。 奈良時代まで南九州一帯は日向国であったが、奈良時代の七百十三年に、関月、大浦、大隅、僧の四軍を抑えて、大隅国が成立した。霧島町は大隅国の総軍に含まれており、他には国武士軍連、重久と早戸町、松永、牧園町持松などの地域も含まれていた。そもそも、総軍という故障は重ねから来ている。 その後、江戸時代もそのまま大隅国、総軍であったが、1871年の廃藩地権令により、総軍教は重ね、山号となり、都の条件に所属した。2年後の1873年、都の条件と耳つ県が一緒になっていったんは、宮崎県となり、重ね山号は、鹿児島県に所属した。しかし1876年に、宮崎県は、 鹿児島県に並行され、鹿児島県宮崎市長が置かれた。その後、宮崎市出の鹿児島県議会議長であった川越進の尽力により、1883年に宮崎県が再び置かれた。1889年に町村制が施行され重ね山号は東笠根山村と西笠根山村とに分かれた。1934年、 霧島山が我が国初めての国立公園として指定されたのを機会に存明解消のことが論議され、1935年に東笠根山村を霧島村と解消した。1950年に松永は早戸町に編入。茂久の大部分が東笠根山村となり田口、大久保、河北、栄水が霧島村となる。1958年に 調整志向がなされ霧島町となった。2005年11月に霧島町、国武市、早戸町、牧園町、横川町、溝部町、福山町の一市六町が合併して霧島市が誕生し、現在に至っている。最寄り空港は鹿児島空港。中心駅は霧島神宮駅。ありがとうございます。